ここで1球1塁へ牽制球です。盗塁のランキングです、まあ、一つこう頭は抜けている、その肘沢がファーストランナーです。ランナースタートを切る、空振り、セカンドベースカバーに入ってボールそれますが、バックアップはショート大引き、盗塁成功。29個目、やはり走ってきましたね、そうですね、はい、まあ、スタートはねそんなにいいようには見えなかったんですけど、はい、まあ、ボールもね外のスライダーのね、うん、そうですね、完全なボール球で、はい、ルイーズも空振りしましたからね、なかなか鈴木とすれば速球難しかったですよね。そうですね、さあ得点圏にランナー進んでいます。楽天が先制のチャンスを迎えました。